バトルするポケモンを選んでね。今回のサポートセットを選んでね。さあ、どんな相手と戦えるかな。サポートで行く？私はいつも感覚で決めてるけどね。いつも通りやれば。さあ、はじめハッサムとバシャモ。まずはブロック。さあ、バシャモは寄るのがちょっと厳しいが、ブリーズ。6Xを落として投げ。さあ、本格はトンボル取っていて、ブローマエスで出たところメタルクロー。さあ、壁に張り付いて、いいね、いい今日強化したヤッパー投げ、結構減って、さあ残り1。さあ、ここはバックスーツの持続で、さっきのラウンドは残念だったね。向こうラウンド2。前のラウンドは負けたけど、これで勝てば OK だよね。さあ、メタルクロー、ナイスのところをベース強化フレアドライブ使って、メタクロー。さあ、めっちゃ高い、めっちゃ高い。さあ、しっかり拾っていく。まあまあ減って、さあ強化フェアドライブ、さあ前に追ったところ虫食いが入って、今壁がちゃんとするんだね。あれ、さあ馬車も共鳴、ここはしっかり取り返した。次がファイナルラウンド、最後まで楽しんでいこう。ファイナルラウンド、自分のポケモンを信じて頑張っていこう。さあ、このガーキはでかいな。ダメを打ってきて、ニワイバルパン、今無用捨てしたところをフェアドライブ、8割で暴れていて、さあブレイブバルでさらに壁に押し付けていく。さあ、虫食い、これは間に合うんだね。これは投げが勝って、さあ共鳴がないが、ここ勝たないと。さあ投げ、ブレイブバードめちゃくちゃ減って、イーブイも呼んで一気に形勢が逆転。お互いに共鳴して、さあメタルコーンっぽい出たところ、さあ飛んできた、剣積んで、このお見合いからバトダック。さあ、ジャックになっていて、ブレイブワード、さあ2枚が出ている。さあ、虫食いキャンから暴れのところをオーバーワイで突っ込んでいった。忘れ物に注意してね。